どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトの案件で、一撃でね14,000円分の、ポイントがもらえる、案件が出ておりますんで、本日はねこちらを解説ね、やっていきたいと思います。というのもこの案件、カードローンっていうカードの申し込み案件なんですよね。でこのカードの申し込み案件なんですけども、やっぱりクレジットカードとねこちら違くて、こちらカードローンのカードなんで、抵抗ある方ね、いらっしゃるかと思うんですけども、今回ねこちらについてね解説やっていきたいなと思うんですけども、まずはポイントサイトポイントインカムで今14,000円分のポイントがもらえるっていう案件になっておりまして、こちらねカードを発行するだけでね、14,000円分取れますんで、かなりすごいポイントがねもらえますよね。でカードローンということで、皆さんね気にするところはですね、このカードを発行して大丈夫なのかってところですよね。今後のクレジットカードのね発行に支障を来すかどうかとかね、このカードをね発行したら金利をすごい取られてしまうんじゃないかっていうね心配をされている方はいらっしゃると思うんですけども、結論から言うとですね、まずこの案件、カードローン案件って、基本的に発行した後に借り入れ、お金を借りる行為がポイント対象になることが多いんですけども、この静岡銀行カードローン案件はですね、これただ単にカード発行するだけなんですよね。っていうことなんでお金借りなくていいんですよこれですんで、これカード発行しちゃうだけでねポイントもらえるわけなんですよね。で先日、私もねこの案件利用させていただきました。流れ的にはですね、本当に、申し込むと、メールが来ます。それに運転免許証等のね、証明書を、添付して、それを返信する、それと個人情報ね勤務先とかそういうのをね、入力して、返信して、完了ということで、全てねネットで完結するんですよね、この静岡銀行カードローン案件っていうのは。これがねまずすごいね楽でいいですよね。で次にですね、このカードローンっていうのは本来クレジットカードって基本会社員の方とかね、正社員の方で、働いている方が、メインになってくるかと思うんですけども、これ公式サイトにね書いてあるんですけども、こちらアルバイトの方でも派遣社員の方でも申し込みできる案件なんですよね。ですね、結構ね幅広い人が、利用できるっていう案件になっております。で先ほども言った通りね、お金を借りなくていいので、カード発行しちゃえばねポイントもらえちゃいますんで、ぜひね、やってみたいなっていう方はねやってみていただけたらなと思います。ですごいおすすめかっていうと、やはりね今後のクレジットカードの発行に対して審査落ちとかねそういうリスクがあるかっていうところなんですけども、個人的にはですね、カードを発行しただけだったら別に問題はないと思っています。これをねお金を借りてっていう行為に至るとまたちょっと話変わってくると思うんですけども、お金を借りて、ちゃんと返していればこのクレジットカードヒストリー、クレヒスと呼ばれているそのなんですか信用情報に、傷つくことはないと思うんですけども、これが借りて支払いが遅れてしまった場合ですよね。これで初めてねクレジットカードの、ヒストリーに傷がつくっていう感じになると思うんですよね。というのもこのカードローンっていうのはお金を借りる行為ですよね。で、私の動画のチャンネルで結構紹介させていただいている、リボ払いっていう設定がありますよね。あれとね一緒なんですよね。一緒っていうか、あれもお金を借りている行為ではないですけども、支払いを遅らしている行為ですよね。それとねそんなに変わんない行為なんですよね。ですのでこのカードを発行したからといってクレジットカード、今度のクレジットカード発行にね支障が出るっていうのはちょっと考えづらいかなって思います。もちろんね短期間にたくさん発行してしまうともちろん審査はね落ちると思うんですけども、これもねそれと一緒だと思うんですけども、
まあ、そういうことをしない限りね、今後のクレジットカードの、ね、発行に支障が来るっていうのはね、ちょっと考えづらいかなと思います。ですので、まあ、もしねこの1万4000分のポイントがねこのカード発行するだけでもらえてしまいますんで、まあ、私個人的にはですね、発行してみた方がいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、聞こえが悪いですよねこのカードローンっていうのはね。ですので、まあ、ちょっと最終判断をね、皆さんにしていただいて、まあ、利用するかしないかね決めていただけたらなと思います。注意していただきたいところはこれねカード発行と同時にお金を借りる行為がねできてしまうんですよね。その点だけは注意してください。でそれをしないこともできますんで、そこだけね注意してやっていただけたらなと思います。それではね今ここにスマートフォンがありまして、ちょっとね実際にこの申し込みマネーっていうのをねやってみたいと思います。でちょっとねその画面もこれに出していこうかなと思うんですけども、まあ、こちらね、静岡銀行の、サイトっていう風になっております。まあこんな感じでねウェブで完結、まあ、ATM 手数料無料とかねいろいろ書いてありますけども、覚えておいてくださいね。これはカードを発行するっていうのが目的ですんで、まあ、ここはね気にしないここでねお金を借りるっていうのはね、まあ、基本的に考えてない行為なんで、まずねこの一番下の画面から、ね、申し込みってところを押します。そうすると、ここでねバーッと出てきますよね、うん、で申し込みの流れが書いてあって、用意してく運転免許証等とかね用意してくださいって出ます。そうすると次へっていうのを押して、まあ、これにねチェック項目をつけていただいて、チェック項目つけていただいて下の方に行っていただいて同意します。そうすると、こちらね個人情報等々を入れる画面がね出てきますね。でここねちょっとサクッと入れていきたいと思います。それではね、個人情報入れ終わりました。そうすると一番下のね確認画面ね行きます。でそうするとね、申し込みの、確認がされます。でそうするとねお勤め先みたいなね会社の情報等々ね入れていきますね。でここもサクッとね入れていきたいと思いますね。ここもねここもね入力が終わったら、確認画面に行きます。でこちらで入力の完了を行うと、でこれでね申し込み完了っていう風になります。でこれでね完了すると、メールが来ます。それとするとね、返信メールが来て、こんな感じでねお知らせがございますみたいな感じで、URL にアクセスしてくださいっていう風に来ます。でこちらにアクセスするとですね、審査が通ったかどうかっていうのは確認できるわけなんですけども、この先なんですけどもちょっとね動画撮れなくて申し訳ないんですけども、この次の画面で初回の、借りる金額っていうのを設定できる画面があるんですけども、選べるんですよね、銀行 ATM から引き出しみたいな感じと、振込先に振り込みみたいな感じで選択できるんですけども、ここをですね選択しないようにね初回からねお金借りるようなことしないようにねしてくださいね。確か銀行のカードを選ぶと、郵送されてきて、まあ、それをコンビニで下ろしてください、それでねお金をコンビニで下ろしてくださいみたいな、項目ありますのでそっちにしてくださいね。初回からねお金振り込むようになると多分初回からお金を借りてね金利が発生してしまいますんで、まあ、そうするとねあんまり意味がなくなってしまいますんで、そうならないようにね注意してくださいね。ちょっとその画面がねなくてね申し訳ない限りなんですけども、そこだけね覚えておいていただけたらなと思います。まあそれでね今私自身も銀行のカードをね待っているわけなんですけども、まあ、非常にね簡単でした、うん、本当に入力して出すだけ本当にウェブでね完結するので、まあ本当に時間にしては本当に10分15分とかでね終わるんじゃない、かかっても15分ぐらいでね終わると思いますんで、まあ、これでね1万4000分の、ポイントをもらえるっていうのはねかなりいいんじゃないかなと個人的には思います。まあやはりねカードローンということでちょっと手出しづらい部分ではあると思うんですけども、まあ押さえておいていただきたいのはこのカードを発行したからといって他のクレジットカードが、ね、審査落ちるようなことはね、まあ、基本的には考えられないですし、もちろんこれを借りて
返済ができないとかね、そうなった場合はまた話変わってきますけども、このカードを発行しただけでしたらね、今後のクレジットカードを、ね、発行するには、まあ、基本的には問題ないと思いますので、まあ、私自身も、ね、発行しておりますので、まあ、大丈夫かなと思っておりますので、もし、ね、14,000分のポイント、まあ、クレジットカードではないですけど、ね、カードローン発行するだけで、ね、14,000ですからね、かなり大きい金額ですので、まあ、ちょっとね気が向いて、まあ、積極的にやっていただきたいなっていうよりかは、まあ、気が向いたらね、最近クレジットカードの案件で、まあ、1万円を超えてくるね、案件ってなかなかないですので、まあ、もしね、やってみたいなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひね、狙ってみていただけたらなと思います。まあ、私はですね、こういうのもね、積極的に、まあ、狙っていきたいなって思う方なんで、がっつり利用させていただきましたけども、ちょっとね、検討してみていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回はポイントサイトの案件ですね、静岡カードローンセレカの案件をね紹介させていただきました。まあ、やるやらないかはねちょっと皆さんに、判断していただいて、まあ、14,000分のポイントですからね、まあ、私自身はかなりいい方だと思ってるんで、飛びついてしまいましたけども、まあ、最終判断はねしていただいてっていう感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。